駅のホームで立ってた時に足元の方から真っ黒い不安感みたいなのがボワッとせり上がってきて、慌ててホームの後ろに下がったっていう経験がある。どうしても子どもたちとは離れたくないというので家庭を続けようと。夫婦関係は終わってしまったけれども仲間っていう意識が芽生えてきて関係性を作り直すっていうのがありましたね。50代になって社員のメンタルヘルスを担当しろっていうのを拝命して、そっから人生が再稼働するようないい衝撃を受けて、私にとっては運命的な言葉というのがあって、マストではなくてウィルでいけるんだよ、自分の人生の主人公は自分だよ、こういうことだ、だから俺はこんなに苦しい思いをしながら人生生きてきたんだ。夫婦関係が破綻してしまった後の苦しみ、その話をした時に男性よりも女性たちの方がものすごく反応が強い、あえて男性としての立場で苦しんでる女性にアプローチしたいと。40歳の頃に駅のホームで恐怖感におののいた自分とその妻と、その2人を助けたい、自分が変わるとなんと周りも変わっていく、本当そこだなと。